こんにちは。今回のカインズ TV はコキアの育て方をご紹介します。夏の爽やかな緑葉や秋に紅葉する姿が美しいコキア。その実はトンブリと呼ばれ、酢の物などに使われています。発芽適温は15度程度で、関西や関東の平地なら4月中旬から下旬が種の巻き時です。日当たりを好む植物なので、戸外の風通しの良い、よく日の当たるところに置きます。一株でもかなりボリュームのある姿になりますので、複数株を植える場合は株と株の間のスペースをできるだけ広く取りましょう。土の表面が乾いてからたっぷりと水を与えます。鉢植えの場合は夏に水切れが起きやすいので気をつけましょう。しかし過湿にはやや弱いので、水の与えすぎには注意しましょう。水はけの良い土を好みます。鉢植えでは水はけと水持ちのバランスが良い培養土を用いて植え付けましょう。肥料は植え付けるときに土にゆっくりと効くタイプの化成肥料を混ぜ込んでおきます。あとは生育の様子を見ながら液体肥料を与えるだけで十分です。栽培のポイント。春が種の巻き時です。水はけの良い場所が適します。株と株の間のスペースを広く取りましょう。カインズでは草花の肥料など様々な園芸商品を取り揃えています。使い方は概要欄よりカインズオンラインショップをご確認ください。植物の害虫、病気対策の情報もリンクを貼っていますので、ぜひ概要欄をご覧ください。少しでもお役に立てましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。